日本大阪府池田市白山町白山町は大阪府池田市にある地名である。定番を持たない単独町名である。郵便番号は563-0052である。当地域の人口は2017年12月末時点で576人である。面積は2018年3月末時点で0.062平方キロメートルである。池田市の西部に位置する。 北は、あやば二丁目と接しており、東は、立石町と接している。南は、坂本町と接しており、西は、あやば一丁目と接している。あやば二丁目との境を、次が、谷川が整流しており、川には、触れ合い橋がかかっている。あやば一丁目との境を、大阪府道9号美濃池田線が通っている。当地域の中心に、池田城市があり、 城市の周囲には住宅地域が広がっている。当地域は池田市立池田小学校及び池田市立池田中学校の校区に含まれる。城山町の地価は2020年1月1日の工事地価によれば城山町1の30の地点で23万6千円平方メートルとなっている。1857年宇し市の池田村江津には池田城市の西側に 甲賀谷町、米山の口町、山の口町との表記が見られる。1944年4月、町名変更が行われ、米山の口町、北山の口町の全域、甲賀谷町の大部分及び城山、城野口、堀の一部が城山町となる。障子の城山が地名の由来となったとされる。宮の下から車上を経て、北、山の口を通り、 次が谷川に沿って接待地に続く、道の竹藪は、恩和のほところと呼ばれた。1970年3月1日、白山町に、綾場町2丁目、3丁目、立石町、本町の各一部が編入され、新たに白山町が制定された。1975年、大阪府労政事務所、大阪府池田労働設鶴面とおよび、 大阪府池田中小企業労働相談所が開設される。1989年、池田労働セッツルメントが大阪府から移管され、城山勤労者センターとして開設される。1997年、触れ合い橋が杉が谷川に完成し、教用が開始される。2000年4月、池田城石公園が開設される。2009年、 白山勤労者センターの教養が廃止される。2012年4月2日、青少年センターと教育研究所の組織が統合されて、池田市教育センターが開設される。2021年3月17日、うどん店、くすのき庵が渋谷から移転し、開店される。ありがとうございます。